公認クレッカ・シントトローデンセ・フットバル・フェレニーヒングは、ベルギー・リンブルフ州シントトロイデンを本拠地とするサッカークラブである。一般的には、シントトロイデン、または、STVV、あるいは、愛称のデカーナーリスと呼ばれる。現在は、ベルギープロリーグに所属している。最高順位は1965-66、シーズンの2位。また、ベルギーカップ決勝に2度進出した。 1924年創設。登録番号は373。クラブカラーは黄色と青であり、愛称のデカーナーアリスはここに由来する。1927年以降はスタイエンでホームゲームを開催している。日本の大手 IT 企業である DMM.com が出資している。1924年にシントトロイデンの2つのクラブ。 FC ユニオンと FC ゴールドスターとの間の合併によって設立された。クラブカラーにはシントトロイデン氏の色に合わせて黄色と青が選ばれ、シントトロイデンセ、フットバルフェレーニヒングと命名された。セルクルトン・ケレンとの間で行われた初試合の監修はわずか9人だった。1930年代末、レオポルド・アベルトンがシントトロイデンの中心選手だった。 1948年11月21日、アペルトンはクラブ在籍中の選手として初めて、ベルギー代表として試合に出場した。1940年代以末、クラブはベルギーセカンドディビジョンに昇格した。1947年には、クラブ名がシントトロイデンセフットバルフェレニヒングに改称された。5年後、2部で2位となり、1部への昇格を果たした。 成功を収めた監督レイモン・ゲタルスは1959年からシント・トロイデンの指揮を取った。ゲタルスの管理の下でチームは1966年シーズンを一部の2位で終了した。2008年 FCL ラピーデ・デェーゼマールの女子チームのが STVV に加わった。2015年一部に5度目の昇格を果たす。2017年11月15日。 日本の EC サイトを運営する DMM グループが経営権を取得したことを発表した。2018年6月19日、デッサントジャパン株式会社とオフィシャルサプライヤー契約を締結したことを発表した。それに伴いアンブロブランドのユニフォームを着用。2018年7月、福岡のゲーム会社レベル5がオフィシャルスポンサー契約。ユニフォームスポンサーとして 右鎖骨に同社のサッカーゲームである稲妻イレブンロゴを掲出。2018年9月27日、スカパー、JESAT 株式会社とパートナーシップを締結したことを発表した。その翌日の2018年9月28日には、株式会社 HIS ともパートナーシップを締結し、2018から2019、 シーズンのオフィシャル観戦ツアーの実施を発表した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。